こんにちは、花クラブの宮川です。花クラブのチャンネルも今月末で丸3年ということで、今回はラッピング総集編第4弾、6つのラッピングのご紹介です。分割系1枚ラッピング、そして葉っぱで巻いたグリーンラッピングなど様々です。ぜひ最後までご覧ください。ペーパーは花束の高さと同じ程度です。2枚カットします。角がずれるように折り包みます。今見えている方が表になります。花束をひっくり返してペーパーに乗せます。同じ要領ですが、表側の方を若干短くしました。お好みで同じ長さにしてもらっても OK です。リボンサイズの目安ですが、作りたい大きさのリボンを作ってから、花束のハンドル分と結ぶ分のリボンを足してカットします。詳しい結び方は別動画がありますので、興味がある方はそちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきますね。今回はちょっと渋めのカーネーションとかすみ草を使って、初心者さんでも作りやすい花束をご紹介しました。外周の葉っぱはなくても大丈夫です。3本をまっすぐに持ってから、カーネーションとかすみ草を交互に入れていくだけのシンプルな構成です。カーネーションは折れやすいので、そこだけ注意してもらったらいいですね。ぜひトライしてみてください。ペーパーナプキンです。角を中心に折り曲げます。お花を置きます。花束の輪郭に沿ってペーパーを折り曲げます。折りを入れておいて、右サイドも同じように折り曲げていきます。両サイドを重ねて握り、ペーパーを花束に沿わせます。重ね部分はホチキスで留めておきます。ペーパーは花束の 1.5 倍程度でカットします。蛇腹に折ります。花束を包み、テープで固定し、重ね部分をホチキス留めします。3個目は前回の花束で使ったペーパーを再利用します。半分にカットします。両サイドを緩く曲げて花束にあてがいます。リバーシブルなので、今度は逆にしてから両サイドを丸め、少しずらして花束にあてます。同じことを繰り返します。シワが気になるのでカットしておきます。ハンドル部分を包みます。かすみ草入りはくすみピンクの柄入り、あげら玉入りは
ブルーの文字入り、ブプレリウムはピンクとブラウンのダブル使いにしました。ちっちゃくてもちゃんと個性を出せますね。それぞれ可愛くてさりげないコンパクトブーケになりました。塩花材はブローディア12本、バラ2本、カーネーションピンク1本とグリーン2本、スカビオサ2本、ブプレリウム、ヒメナンテン、リキュウソウ各1本です。正方形が2枚取れる長さでカットします。半分にします。三角に折ってからその半分、また半分と畳みます。一番短いところを丸くカットします。半分に畳みます。半分に畳んだペーパーで包みます。ホッチキスでできるだけ深いところを留めます。もう一枚の中心に花材を置き、下から茎に沿ってしごきながら持ちます。不均等になりすぎないようにタックを取り、テープで留めます。今回は麻ひもをチョイスしました。3本束にして固結びにします。お好みで蝶々結びでも OK です。完成です。シンプルで簡単な構成ですが、インパクトがあって可愛いので、機会があればぜひ作ってみてください。ちょっと切っちゃいますね、やっぱりね。やっぱり水色たっぷりの方が可愛いですね。このバンディングポイントから下が、指3、4本程度なので、この茎の指3本分ぐらい上のところでちょっとだけね、こう少し折りを入れておきます。こんな感じで入れてもらったら、今回の場合はこのカーネーションとカーネーションの間に少しこう入れ込んであげて、で今折ったところをちょっとつかみますね。でそれでつかんでおいて、折ったところぐらいがバンディングポイントに来るようにしてもらって、グッと曲げてきます。この葉面がもっと下の方が良ければ、このグーッと下げていってもらう感じですね。でカーブがちょっといい感じになるように、フックと指で形を作ってください。綺麗なこうハンドルになるように、キュッキュッキュッで葉っぱ両方から包んできます。下から上に起こします。
ちょっとちっちゃい方が可愛いですね。こんな感じかな。少し丈が低い方が可愛らしい感じがしますね。で最後はこの利休草のつるを、こう引っ掛けていってもいいですし、このハンドルのところにかけてチュルンとした感じになっても可愛いんじゃないでしょうか。完成です。双方ともハラで包んだラッピングは小さなバッグみたい。ちょっとしたギフトにもさりげなくって素敵です。少しの花材でできるので機会があればぜひ作ってみてね。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。